まあ、世界中にはたくさんの個性的な車があります。あるいはそれには長い歴史があります。でそういった車たちを例えばコレクションするっていうのもね、あのカーカルチャーの大事な側面だと思います。でグランツリスモ7では、まあ、最新の、まあ、PS5 クオリティの、まあ、モデルが収録されているわけですけれども、まあ、今回そうですね GT7 で特徴的なのはクオリティが高いだけではなくて、まあ、そこに収録されている収録台数そのものもかなり多いです。まあ、400台を超えるような車が収録されるので、まあ、これまでの自動車の歴史の中で魅力を放っていた車たちというのは、まあ、大半は今回の、ね、GT7 でカバーされていると思います。